はいどうも、パラプンテ J リーグサッカーチャンネルストということで、今回首位 VS 8戦無敗っていうところで、ヴィッセル神戸そしてアビスパ福岡好調同士の、対戦というところでございまして、さあ水曜日ミッドウィークのゲームになりますんで、両チームどうだろうか、連戦なんで先発メンバーをいじってくる可能性も十分にあるというゲームでございます。さあ、どんなゲームになるかというところで、じゃあ今年のヴィッセル神戸を見ていきましょうかね。こちらヴィッセル神戸、福岡というところで、神戸現在勝ち点26で1位というのがヴィッセル神戸の今シーズンの成績には、なってきます。で、対するアビスパ福岡現在勝ち点19で9位という数字ですね。だからまあ負け数で言うと神戸の方が福岡より多いんですね。神戸が3敗なんでね、福岡2敗しかしておらず、3敗なの2敗なんですよ。日本語って面白いなという感じもねしますけどもね、3敗とか言います、まあ言うか中とこですけどもね。まあだからまあ勝ち点をね毎試合拾っているのが福岡で、ただまあ勝ちにそれを転じているのがヴィッセル神戸みたいなところでしょうかね。勝ち星がやっぱ8勝と4勝なんで倍近い差がありますので、福岡もねこの引き分けの数をもう少し勝ちに転じることができれば、それこそヴィッセル神戸と、まあ、近い位置にいたんじゃないかというところにはなってきます。さあ、この試合どうなるかというところですね。で、ヴィッセル神戸実はホームで2勝1分け3敗で完全外弁慶っぽいですね。6勝1分けというのがアウェーには、なってきます。今回ホームゲームには、なってきますけどもね。で、両者直近5試合ですけど、ヴィッセル神戸、4勝1敗、京都に敗れているんですね。調子の悪い京都に、敗れているというところでございますが、ただそれ以降はね、2点3点4点取ってますんで、この試合じゃ5点、入るかどうかっていうところですけども、まあ、そう簡単にはいかないでしょう。まあ3試合連続で複数得点、取っていますし、まあ、前回セレッソ戦は4得点見事、まあ、セットプレーを、織り交ぜながらですね、セットプレー流れ感を得点点がほぼセットプレーかな、確かね、セットプレーからの流れから点取っているイメージが前回はありますけども、さあ、この試合はどう出るか。まあ地上戦も強いしね、前回セレッソ戦みたいなねセットプレーを生かしてみたいな、ところもあるでしょう。でヴィッセル神戸からしたら次鹿島と、その次、東京ヴェルディ戦ですよね。でやっぱヴィッセル神戸側からしたら、まあ、福岡ももちろん目の前の相手なんでしっかり勝たないといけないんだけども、重要なとこやっぱヴィッセル神戸からしたら3位の、鹿島アントラーとのゲームがやっぱり重要なゲームにはなるというところなんで、そういう意味では鹿島戦に向けてちょっと温存してくる可能性もゼロではない。もちろん一戦必勝で福岡は決して舐めてくるわけではないんですけども、長い目で見た時にねというところで、さあどういうメンバー構成になるか、そしてそこを福岡が、ものにすることができるかどうかというところでしょう。で福岡直近5試合2勝3分けので、トータルでいうと8戦負けなし状態というところですね。京都戦はちょっと課題が出たかなというところ、課題というかね、得点直後に、ね、失点する。京都の2得点というところは全部ね、福岡点取った直後には、なってきます。まあ先制点取ってすぐ追いつかれて、2点目だとはねすぐ逆に福岡3点目取ったんですけど、3対1からすぐ、3点目入った直後2点目取られるみたいなところがあったんで、点取った後の対応中ところは福岡もね、ちょっとこの試合に向けてどう考えてくるか、まあそこはね選手の集中力とかの問題にもなってくるでしょうけども、さあ、この試合どういうメンバー構成で来るかというとこでしょうかね。でこちら、これが前回両チーム先発メンバーには、なってきます。まあ大迫武藤というところのコンディションがねだいぶ上がってきているというところで、ちょっと怪我でいない時期とかね、ちょっと90分やれない時期もありましたけども、まあ、大迫武藤、前回大迫もねゴールを、決めておりますんで、大迫 VS ザヘディ中ね、いや本当ね、このストライカー、ザストライカー同士の、バトルというところもちょっと注目点が高いというとこでしょうかね。だからまあ先発変更があるとすれば、ヴィッセル神戸ターンオーバーで井手口選手とか、あとは桑崎選手とかが中盤で、入る可能性があるというところでしょう。だからまあ4-3-3で行くのか、また 4-4 に宮代大勢を入れて 4-4 にするかとかね、佐々木選手を入れるとか、まあヴィッセル神戸に関してはシステムも若干読めない、 4-3-3 がベースではありますけれども、ただ状況に応じてね 4-4 とかねもうやってくるチームにはなってきますし、まあ、4-3-3 であっても宮代をどこで使うか、まあ、っていうところにもなってくるでしょうしね、そういう意味では、まあ、どんなメンバー構成になるか、センターバック岩波選手が入る可能性とかもねあると思いますしね、まあなかなかにヴィッセル神戸ちょっとね、これが1週間空くゲームであればちょっとメンバーは読めるんですけれども、まあ水曜日中、3日かな、中とこです。で福岡、福
効果もね、どうだろう、変更するのかな、あんまりこうね今負けていないんでいじる必要はない。ただ佐藤涼雅が連戦が効く状態かどうかでしょう。ちょっと怪我明けなんでね、まだまだね、多分90分間やるとか、まあ、連戦でやるには体の問題がもしかしたらあるかもしれません。まあ怪我から復帰したばっかりなんで1週間はねゲーム間隔空けましょうみたいなところがあるかもしれませんので、その時に佐藤に代わってじゃあ誰がねシャドウに入るかってなると、最近の傾向的には茂美選手がね入るとか北島選手が入るとかかな。岩崎はもう最近シャドウよりもねウィングバックのとこで出ていますし、まあ、岩崎をウィングバックじゃなくてシャドウでわざわざ使わなくてもね、それこそ茂美北島中とこの、若手選手生え抜きが、ね、いますんでね、そういうところかな、まあ、岩崎ウィングバックからシャドウにして、ね、小田選手とか、ね、他の選手を使うみたいなところもあるかもしれませんが、多分まあ佐藤が出ればね、佐藤が連戦で、まあ、前回ゴールも決めてますんでね出るでしょうし、まあ、前回佐藤今野っていうねザヘディだけじゃないちょっとこうね見せてくれたんで、まあ、前線のコンビはねどういうメンバー構成に、なるかちょっと注目というところでしょう。最終ラインは井上選手が入るかどうかとか、まあ、フルス体制になりますけど宮選手がね入るかどうかとかね、まあ、前回奈良戦ちょっと失点に関与してしまったので本人もね反省の色を、反省っていうところをね口にしていましたけども、であとはゴールキーパーが村上か長石か読めんというところで、どっちが入るんだろうな、本当ねいい争いが、できていると思いますし、さあ、そういう意味でねこの試合どんなメンバー構成両者来るかというところでしょう。でこちら、両者数字で見ていきましょうというところになってきます。ヴィッセル神戸、まあ、オフェンスの数字もディフェンスの数字も非常にいいというとこですね。まあ1試合平均シュート数も2位でチャンス構築率も高くてしっかり点を決め切ってみたいなところからヴィッセル神戸です。守備のところもね安定して、だから両者守備が硬いんで、まあどうだろうな、最小失点ゲームになるかな。福岡からしたらだからまあなんだろうな、できるだけ 0-0 の時間を長くしておいてね後半一発勝負みたいな、ところもあるかもしれません。まあ考えようによっては引き分けで OK みたいな、チームなんで、福岡と神戸でいうと福岡からしたらね引き分けで OK なんですけれども、その引き分けで OK のタイミングをどこに、設定するか、多分90分間最後の最後まで勝ち点3、もちろんチームとね、まあ、監督とか選手は狙うんでしょうけど、現実的に考えて、まあ、ヴィッセル神戸相手でしかもアウェーってことを考えれば、まあこっからは引き分けでもいいかなみたいな時間帯は多分作ると思うんですね。まあこれ分かりませんけど、仮にまあ80分過ぎた段階で、まあ、0-0 であれば、まあ、まず最低でも勝ち点1持って帰れば、まあ、御の字だよねみたいな、そこの判断をどうするかっていうとこと、割とこうね勝ちから引き分けでも OK みたいな切り替える、このポイントでベンチと、ね、選手間でのこの気持ちの揺れずれじゃないけどね、前線は勝ち点3取りに行くんだみたいなガツガツ行くけども、後ろはちょっとね、いや引き分けでもいいならなみたいな、そこのずれが出た時に結構サッカーって失点をしやすいところがありますんで、まあ、そこのメリハリはねしっかりつけていってほしいというところでしょう。まあ、今のヴィッセル神戸であれば福岡引き分けでもいいと思うんですけれども、ただ間違いなく最初は勝ち点3は絶対、スポーツなんで狙っていくと、ね、狙っていくんだけれども、どっかのポイントで、まあ、勝ち点1でもいいみたいな判断をする可能性、まあ、その時だからヴィッセル神戸が、ね、最後福岡を、守ることができるかどうか、まあ、何せよヴィッセル神戸は非保持型のチームで、ヴィッセル神戸にじゃあ勝つにはどうすればいいかって、単純にボールを持たせたらねいいっていう話にな、まあ、単純にっていうわけではないかな、やっぱサガン鳥栖が分かりやすいヒントをくれたと思うんですけど、やっぱり鳥栖もねホームゲームだったんですけど、ヴィッセル神戸にボールを、持たせて置いてで引いて持ってね、カウンターで一発仕留めようみたいなところもあって、まあこれいろんな方でも言われてますけど、ヴィッセル神戸の頃があれか、ヴィッセル神戸戦での勝率を上げるにはやっぱりヴィッセル神戸にボールを、持たせた方がいいみたいなところですよね。そういうところで、まあヴィッセル神戸、まあ福岡もだからボールは、ね、いらんちゅうタイプなんでね、まあ両者だからボールはいらんちゅう対決ですよね、本当ね、ボールいりません、ボール持ってちょうだいちゅう対決にはなりますんで、まあだから両者ともねちょっと得意不得意が、で言うと、まあ不得意なところでね、なんかどっちかは多分勝負しないといけなくなりますんでね、どっちかがまあボール持つっちゅう不得意な選択を、やらざるを得ないんで、そこでまあヴィッセル神戸は力技で ねじ込む可能性もある。さあどうなのかというところでしょうかね。でこちら、これが90分間換算の平均スタッツです。まあこれ基本的にオフェンスのスタッツなんでね、オフェンスのスタッツなんで、まあ両者ともね、パスの本数が18、17みたいな、とこさっき言った保持率ってとこ、どっちがね低くすることができるかどうかっていうところで、勝し、まあ守備の数字はあんまりこうね項目的にはないんで、ただインターセプトの数は両者、福岡インターセプトの数1試合平均 2.6 分で1位で、ヴィッセル神戸2位というところで、やっぱ中盤の集中力ですよねは両者とも高いというとこ、まあミスがない硬い試合、いいゲームになるんじゃないかっていうところですね。でこちら、
今回注目選手ですね。注目選手で言うとやっぱ扇原と今野というところです。まあ、扇原選手ね、前回のゲームではねセットプレーから、いいクロスもありましたし、でそこは行ってなかったですけども、これ動画収録日時点でまだデータの更新がね行われておりませんので、ちょっとまだね最新のデータではねこの下の数字のところ、出場時間とかのところですけど、ちょっと数字がね変わった、まだね最新のものではないと、一つ古いデータには、なってきますんで、その前提には、なってきます。で扇原選手をキーマンにしたのが、一つさっき言った保持率のところですよね。やっぱりこうヴィッセル神戸がボール持つ展開、ボールを持たされる展開になれば、やっぱそこはねパサータイプで、マリノスで、ポジションサッカーでやってきた扇原選手みたいな、パサータイプの選手、ボール持って強みが出せる選手の存在というのがヴィッセル神戸を助けるんじゃないか。まあ、持たされた時ですね、保持した時にどんな戦い方をするかどうかというところで、まあ、扇原はちょっと鍵には、なっていくような感じがしますし、それこそ宮代大成とかもそうかもしれませんね。そういえば保持で力が出せる選手がこの試合活躍することが、重要なヴィッセル神戸にはなってきます。多分、保持率的には福岡が上回るイメージはあんまりないんでね、どっちかというとヴィッセル神戸の方が苦手なことを、やらされる感じがします。で福岡今野に関しては今2試合連続でゴール中ですし、まあ、カードの件も、出てきておりますんでね、やっぱ今野ね連続ゴール記録伸ばすことができるかどうかというとこですね。はい、というところ以上です。以上プロンテジェルサッカーチャンネルございました。よかったらます。その